久保さん。久保さん。本当やらないですね、みんな。まあ、あのー、やらないからいいんですよ。だらやらないでくれ。今回テーマは、やらないでくれでいいんじゃないか。まあ、やらないでくれと。<laughs> まあ、別にやってもいいんですけど、どうせやめるんで、まあ、どっちにしろ一緒なんですけど、いや多分ね、どうせやめるんだったら、やらない方がいいと思うんですよね。 だって、まあ、時間の無駄というか、なんかもったいなくないですか人生って、まああっという間に終わっちゃうんで、動作諦めるぐらいだったら、その中途半端にやるんだったら、最初からやらない方がいいのかなっていう。まあ、中途半端にやった経験が何かに生きるんだったらいいんですけど、そもそも中途半端にやってるんで、生きないと思うんですよね。どう思います、久保さん。これ、中途半端にやったことって生きるのかな何かの。 すみませんあんま生きることもあるかもしれないですけどあんまり生きないと思いますよ中途半端に適当にやったことって人生の肥やしにできます、まあ、最近ですね、まあ、あのコンサルしてる人がぐいぐいね「セミナーやります」って言ってくれてめっちゃいいじゃないですかっつってもう会場押さえましたっつってねみんなセミナーやんないんじゃないですか <laughs> やりますみたいなでもねその人 MLM やってたんですよ久保さん MLM で MLM でめちゃめちゃ頑張ってたんですよ でねあのー、最初全然契約取れなくてで契約取れるようになって、まあ、商品のこととか勉強,勉強したりとかめっちゃやってで、まあ、最後辞めるときとか、ねまあ、そのやってる最中に、ねあのー、涙して、ね、泣くぐらいまで本気でやって涙するまでやったんですよっていう人がいてるんですよで今ネットビジネスでじゃあこうやってるんですけど、まあ、全然ちゃいますねてかその MLM の涙するぐらいまで本気でやったそ,のそれが今めっちゃ生きてる。 うん、だから他の人とちょっとちゃうなと思ったのが、その MLM でね、涙するまで本気でやってたっていうあの、本当にもう寝ずにやってたらしいんですよ。あしかもあの、全国、ほぼ全国、まあ、全国盛りすぎですけど、行ける範囲だったら車で車中泊して、いろんなところに会いに行ったりとか、めちゃめちゃやってたらしいんですよ。でも本当、涙する、泣いたことも何回もあるらしいんですけど、やっぱね、全然、やっぱねベースちゃいますね。 本当にだって普通セミナーやりますって言わないですもん。まあ久保さんなんかね、あの毎日セミナーしてましたけどね、<laughs> あそこでね。<laughs> やっぱね、全然違いますね、本気でやってた人は。だからそれはね、MLM でうまくいかなかったけど、多分ね、僕ネットビジネスでうまくいくと思いますよ。 うん、だって ML、MLM って本当に、まあ、その人も言ってましたけどあのその人がやってたのは車で移動して会いに行くっていうのをめちゃやっててもうめちゃもう寝ずにね仕事もやりながらやってたからもう寝ずにやっててでしかもそのなんだ経費もめっちゃかかるし超大変でって言ってたんですけどネットビジネスってカメラの前で喋ってるだけなんで <laughs> これは楽ですよね <laughs>。何の移動い,いらないし。 まあ、久保さんみたいにね、ネットビジネスのスキルがあって集客ができるっていう、このベースがあって MLM はいいんですけど、まあ、それを知らずして MLM 行くと、結構大変ですよね。しかも今なんかコロナだから、なんだ、その、会うっていうのもちょっと微妙じゃないですか。まあ、今、ズームでやってる人多いかもしれないですけどね。うん。だから、その、ね、よくファミレスでそのクロージングしてましたけど、みんな ML、MLM は。 東京ね、東京のルノワールとかもね、ほぼ MLM なんじゃねえかなみたいな <laughs>。隣で MLM の紹介みたいなね、頑張ってやってますけど。だからやっぱ、どんなことでも、やっぱ本気でやったことって多分すごく生きると思うんですよね。だけど、中途半端にやったことってあんまり生きないと思うんですよ。だから、じゃあ、中途半端にやるんだってやらない方がいいんじゃないっていう。うーん。 思いますどうせやるんだったら腹くくって本当にやった方がいいと思います。で、本当にネットビジネスの場合は、腹くくって、腹く,くってですよ。1、2年やって稼げないってことはまずありえないですよ。本当にありえないです。でもみんな腹くくれないんで稼げないんですけど腹くくって、腹くくるってどれぐらいかっていうと、モッピーのやつ、1円のやつ全部やってるとかね、もうとにかく全部やるっていうね <laughs>。そう、稼ぎたいんだったら全部やれよっていう。 だから稼ぎたいんでしょと。稼ぎたいんだったらあの、全部やれよっていう。給料もらいたいんだったら働けよって話で <laughs>。そうじゃないですか <laughs>。なんか、給料もらいたいけど、その仕事は嫌ですみたいな。申し訳ないですけど、そんな従業員に給料払いたくないですね。この仕事やれ。いや、それ僕できないし、やりたくないんで、他の仕事でいいですかみたいな。まあ、そんな従業員、クビですね。もう給料払いたくないでしょ。てか、普通の仕事って嫌なことはもう回ってくるじゃないですか。それやんないといけないですよね。 うん、なんかネットビジネスになると、なんか,嫌ななんかやりたくないこととかめんどくさいこととかやらないみたいな。通らないですよ、そんなのは。<laughs> それ、寿司がと、寿司というか、そんな甘、甘ないんで。うん。だからもちろんね、ネットを見ると甘い歌い文句っていうのはめちゃめちゃありますよ。あるんだけど、えー、なんだ、その裏側では、うん、そうじゃないよっていうところを、こう、億万長者合宿でね、あの、背中見せてね、何本もやってますけど。<laughs> もうね、2000本超えてますからね、このやり取りも。普通に <laughs>。まあ、そもそもこの2000本のやり取りすらでき、2000本の動画、なんかまあまあ、1000本もできないでしょうね、みんな。うーん。だからまあ、やらなくていいよっていうテーマでいきましょうか。やらなくていいよと <laughs>。だから、中途半端でやるんだったら、中途半端、タイトルこれにしよう。中途半端な、中途半端でやるんだったら、やらない方がいいよっていうテーマにしましょうか。タイトルに。いってらっしゃい。